はい、どうもこんにちは、大キャノンです。今日も鬼滅の旅2022でゲットしたグッズご紹介していきます。今日は、鬼滅の刃今日のお仕事2でゲットしたグッズをどんどんご紹介していきたいなと思います。はい、これがすでにグッズですね。これ手下げなんですね。トートバッグなんですよね。手下げ、ちょっと感覚が古いかもしれない。はい、まずこのトートバッグが1本ご紹介ですね。ちょっと出して、まずはトートバッグ。はい、そしてですね、うわ、なんてこった、マジか、うわー、おー、なんとかもうちょっと綺麗に撮れたまたこのお茶シリーズ買いました。これやば、このね、ちょっと今大事件が起きました。あるものがここにくっついちゃってたんですけど、あんまり破れずにいけました。はい、炭治郎のお茶です。玉露茶。そしてですね、こちらがあのスタンプラリーね、この、はい、このスタンプラリーをこれ全部ね、あのちょっと炭治郎失敗したけどね、はい、スタンプラリー全部集めると、もらえるこの缶バッジね。2の時もね、全員集合缶バッジでしたからね。はい、そちらはなんか、まあ、流れが一緒ですね。こちらがですね、あのこれなんか苦内投げゲームかな、違う、苦内投げは何、ん、苦内投げか、ちょっとどっちか忘れちゃったのなんかガラガラか苦内投げか、どっちか、これが確か苦内投げ、どっちかですね。このはい、これをもらいましたね。はい、それはすごくいいなと思いました。はい、そしてですね、コラボメニューにはコースターがたくさんついていて、それもね、ちょっと待ってください。コラボメニューのコースターがですね、結構私このなんかいい感じでしたよ。コラボメニューのコースターですよ。この、はい、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、義勇さん、宇髄さん、そしてこの夜はこの鬼のコースターがもらえるっていうやつだったんで、結構ね、私ほらキャラ分かれてるんですよね。まあちょっとこの善逸だけか、この今日のお仕事デザインは。あとはなんか他のやつのやつがあるんですけど、何でもすごくコースター、こういうコースターしっかりしてるんでね。そしてですね、なんか何円以上買うとしおりもついてて、うん、こういう感じでしおりもついてます。これは今日のお仕事デザイン2つゲットしたんでね、すごく良かったですね。はい、あとこれ油取り紙、宇髄さんの。であとがですね、こちらなんか指令でね、1のコースでこれでやるとこのブロマイドがもらえるってやつで、はい、そういうやつもありました。あとがですね、こちら側の前売り券についていた大うちわです。これね、だから選んだキャラクターの名前がここに書いてあるっていう感じでね、一応貼ってますね。はい、そして、宇髄さんのアクスタも買いましたね。これはなんか映画村で食べた写真にも使わせてもらいましたけど、っていう感じでした。はい、でね、ちょっと今回トレーディング商品はあんまりある、トレーディング商品、まあ、トレーディング商品なんだけど、ちょっとセット買っちゃったんですよ。この、はい、ミニ、ペタンコトレーディングアクリルスタンドセットにしましたね。これね、まあ、だから結局全種類コンプリート
自動的にしちゃうんですけど、これセットを買わざるを得ないですよね。これセット買うとこれがついてくるんですよ。セット買わないとついてこないんですよね。だからこのアクスタが欲しければもうセットを買うしかないという、ね、そういう状況に追い込まれてる。いやもうビニール弱っ。ビニールがどんどんちぎれていく。やっぱはい、これであのほら渦池のアクリルスタンドができちゃうね。これはもうセットを買わないとないんです。もう片方の方はあのスミコイノコ全個のアクリルスタンドがセットはついてる。セット買うしかないんですよこれ、ね、はい、この7つじゃん。品津川さん7つか。え、7つなの今開けたから。ウズイはいないってことじゃん。これお、いないっすか。お、263。そんな流れでしょ。そして、あ、渦いるわ。あれ、あれか、義勇と忍は炭治郎たちの方ってことか。ピッと菅路寺さんがいます。お、姫島さん、うん、やっぱそうだ、これ最後多分伊藤さんでしょ。義勇と忍は、義勇さんと忍さんは炭治郎と一緒なんだ。これちゃんとここに、あー、ダメ、怒られるここに置いておかないと。はい、っていう感じですかね。はい、というふうにですね、今日のお仕事、これらのグッズをゲットすることができました。イエイ。いやもう今日のお仕事はね、本当に2も素晴らしかったけど3はさらに素晴らしい感じで良かったですね。まあなんか鉄道博物館が参加してなかったのはあれか、まあ、無限列車じゃないからかですかね。まあでも南電は無限列車っぽくしてたけどまあちょっとそこは言うとして、はい、では皆さんもね、ぜひ鬼滅のグッズまたいろんなものゲットしてみてください。ではでは、明日は原画展のグッズをご紹介したいなと思います。ではでは。